東郷十奈は、江戸時代初期の薩摩藩士。薩摩藩の日置流印材派旧術の初代師範。意味名は十直、十奈通称は、長左衛門、長左衛門の城。本姓は、菅武平氏流渋谷氏族。薩摩藩家老の伊勢貞政,政のいとこでもある。貞政が、谷山郷児童になった際にその児童代となる。過祖の東郷春光森は、家道院に義江の一族という。 駿河守の養子に、有川貞則の子がなり、白沢衛門茂勝と称す。その後を茂勝の子、玄四郎茂信が継ぎ、死死がなかったので、十直はその後を継ぐ。なお、茂勝の父は後に、有川から伊勢に改正する。茂勝の時系の子が伊勢貞正である。本藩人物誌では、この東郷家を、東郷山と守茂春の弟の子孫とする説を、 掲載している。また、東郷平八郎の先祖の東郷茂弘と距離が近かった。慶長5年8月1日の伏見城攻めで、兄、源四郎茂信が戦死したために、家督相続した。島津忠恒の命で、元北秀家家臣で、島津家に主管していた、本郷義則について、日置流宮術を学ぶ。後に、島津家久と共に、伏見に登り、 イエスサの命で、日置流印在派の祖である、吉田茂氏の弟子になって、改伝を授かり、帰還して、休日師範となる。はじめは、調査とカジキの間に住み、後に、鹿児島城下に移る。谷山号自東大時代は谷山に住み、谷山集中に編入された。後に、鹿児島集中に戻る。谷山集中時代の寛永十二年の国高は五十一国で、 晩年の万治二年の国高は九十九国九と。死子がなく、おいで、江夏友方の孫の統合十虎を養子とする。菩大寺は、松原三男林寺。法名は、新屋えとしな成安守。後に、伝由民を追合される。現在、墓は南林寺由一諸母にあり、次元流剣術の達人として知られる、薬丸剣福の墓の隣にある。ありがとうございます。